本の印刷でね、約何ページかな ?150 ページぐらいできましたわ。印刷がオッケーほいで、普通の人はできんね。とにかく、わしわかった。簡単に言うと面白いしゃべろう。まず、ワードでね、文章を書くでしょね。例えば、スマホで、あのー、文章を書くとするでしょスマホで。それをパソコンに飛ばさなあかんでしょワードってうのはね。ほいで、ワードを、 だから、スマホとパソコン持ってればダメ。ね。ネットもつかながつながんのとダメ。電話もまあ、カそこそこいると。<laughs> 金かかると。ほいで、ワードいうのはね、例えば PDF にする、PDF のキュ,キューブ PDF と、アドブ PDF と入れないからでしょ。まあ、その辺でもからん。ほいで、印刷機に買ったけどね、最初そこにある印刷機ね、型番出てこんでね、ダウンロードできんのですよ。あの、まあ、あの、製品番号っても。 これ次の買ったらね、えっ、ー、とね、朝 2, 2時間くらいかかりました。ようやっとね、ダウンロード、もう一回電源抜いて、どうのこねって、ようやっと印刷できてね。それで、縦書きとかしてね。だからちょっとね、これ印刷会社と一緒ですよ。できない。ようわかりますよ。あの、痛みだとかね3、3ページ足りんとか、A4、A5 にしてくれとかね。でインクでもあれ、太くすると太い文字になるけどね。明日インクいるからね、細い文字。 だから、あと、表紙はね、今、ここで作ろうとしとるけども、ワードでコピー貼っし,した右の方が出てるからね、ちょっと表面が大きいから、縮小症状はちとできないし、難しいよ。だから、普通の人はできない。俺、インターネット23年でこんな感じやからね。<coughs> それと、それとね、前ね、あの、米コミュニケーション、これ、テレビ、テレビとね、テレビそこ見えんけど、テレビとね、固定電話とね、えっ、ー、と、何や。 ワイファイ家の wifi ね。昔はコードやったけど。五年したらブラック消えるそうです。それこ訪ねてきたあ。それからね、2年前から繋がってね、一時電話がね、3台あったんですわ。2台か、3台あったなあ。で、その時は1万5千円ぐらいだったんですわ。それをね、2台に減らして1台にして、それでも払っとったんですよ。